はい、こんばんは。どうもお疲れ様です。クレポンです。お疲れ様です。ミモネコです。さっそうと登場。お久しぶりです。今日も2回目の出演ということでミモネコさんに来てもらってます。よろしく。では早速このケンジさんの方からクエストを受けていきたいと思います。前回、団結の力を終わらせたということで、はい、この弱き者を守れを言ってみたいと。こいつは、ね、僕クリアしてないよ。まあおらいなかったんで、あとはなんとかしてください。はい。ケンジさんはね、このコバックの熱狂的なファンたちにね、結構ね辛いんですよね、当たりが。ほうほうほう。うん、熱狂的なファンたちを見てるとちょっとイライラするんだよねみたいな。コバックには、うん、まあその熱狂的なファンたちっていうのは基本的にコバックに言ったらいいかな、まあ、使い物にならんわと言われているようなやつらなんですよね。うん、でこう見込みがあるやつはこの主人公のようにこうまあいろいろ教えて、まあ、コミュニティを作らそうとするみたいな感じなんですけど、うん、まあね、この熱狂的なファンたちはまあ小バックにカス扱いされてるのに、連中が尻尾を振ってるざまなんて情けなくて見てられないよみたいな、うん、まあ、まあきっとね、連中はすがれるものならわらにでもすがるんだろうけどさっていう、結構ね当たりが辛いんですよね。うん、まあ確かにこういうね、うん、まあ、ケンジさんも言ってますけど、素人が生き延びるのは大変だよと。ちゃんとした備えもなしにやたらと危険な場所に迷い込むからねと。おっとすごいですね。そんなわけで今日は一番ヤバげなエリアを掃除しようかと思ってさ。ビギナーたちが食われないで済むように、うん、まあ、ケンジはやっぱこうみんなを助けてやりたいっていう感じなんですかね。これはいはいはい、うん、一人でやるには大変な大仕事だよ。で、あんたの実力は前回見せてもらったけど、あんたと組めば今回もうまくいくって俺の方は思ってるわけ。そっちはどうよ。こいつね、ケンジさんね、結構ね、うん、この顔がね、おっさんくさいんですけど、喋りはね、えらい若気な兄ちゃんなんですけどね。うん、若いね。そっちはどうよ、みたいなね。うん。いきなりフレンドリーやん。ねえ。街に行くみたいですね。動くものはみんな片付ける。そう、ゾンビどもを全部まとめてさ。おっとすごいですよ。ゾンビならねそう、ゾンビならね。ゾンビすごいですね。今回50体、結構倒さんといかんすね。おお、まあ、ほんで今回からというか、あの、うん、キャラクターのこのクエストに参加した人、うん、かける2ずつこのクエストのレベルをねちょっと増やしていけばどうかなと。ちょっとやりがいがあるクエストになるんじゃないかなと。おお、まあだからね、まあ、キャラクターのレベルが13なんで、うん、まあ、そこにミモネコさんが入る気、まあ、1人かける2で15まで増やしてやってったらちょっとハラハラしながらできるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、なるほど。まあね、2人やったらね結構簡単に済むんで、うん、まあ、これぐらいの難易度がグッと上げましょう。ええ、まあ、グッとかどうかは分かりませんけど、まあ、とりあえず、うん、まあでも今回ゾンビを50体やっつけるというだけなんで、うんうんうん、見つけ次第ゾンビをやっつけていくよという感じです。よし、はい、よしお願いします。はい、よろしく。あと、あのさっきのクエストでですよね、まあ僕がさっきソロでやってたんですけど、結構ね、うん、ゾンビの塊、まあ、もうゾンビ玉みたいな、うん、もう本当、はい、そういうのはね、あちらこちらに出てきだしたんですよ。なんで、ちょっと、銃の方をね持っていた方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、銃持ってます？いやー、え、
ボブが勝て。ボビー？ボブ勝て。ボブっていうのはあの爆発するやつのことですよね。そうです。あいつボブになったのかな？そう、ボブです。ボブでいきましょう。なんかボブに悪いような気もするけど。おっと、ゾンビが入ってきたかと思った。ちょっとびっくりしたぞ。危険だぞ。おじさんびっくりしたぞ。まあできる限りね、こう物資は回収していきながらも、やっていきたいなと。本当ね、もうゾンビ、すっごく硬くなってますんで。え、待って待って、あんな動きしゅう。ちょっと固まっていこうぜ。ちょっと今回は、そういうチームプレイでいきましょう。うん。まあ、ボブはね、まあ、ボブはね、ちょっと任せてください。ああ、うん。一番最初に、まあ、処理をするというふうな感じで、僕が、やらせてもらいますんで。あ、ボブ見つけた、一番最初に。うん。OK。任せろ。任せた。なんか、どんどん湧いてくるわ。あ、ゾンビですよね。うん。そうなんですよ。なんかめっちゃ効く。ゾンビ攻撃強いですよ。持ってきてよかった。気ぃつけてくださいね。包帯持ってますよね、もちろん。持ってます、持ってます。包帯ないとね、ほんとね。16個ありますんで。かなり厳しくなってるんで。はい。まぁ、あ、ちょっと、気ぃ締めていきましょう。いきます。でも今回は、まあ、夜じゃないんで。だいぶマシかなと。そうね。うん。夜はね、うん。あの足速いやつ来られたほんまね、ああ。やばい、ね。ああ。まだね、ミモネコさんあいつと戦ったことない。あ、ボブいますよ。あ、嫌ですね あれ。行きたいけど行けない。行きたいけどいけんねあれ。あ、一生懸命あの壊しゅうわ。うん、中入るんやね。壊しゅうわ。もし開けて逃げてこうか。あ、そうですね。じゃ僕はここで開けるぜ。あら、開いてないぜ。鍵が、鍵開いてるんか。閉まっちゃう。開いよ、開いた開いた。 OK、 いいね。ナイス。なんか初のチームプレイっぽい感じが。あ、ま、あ危ない危ない危ない、調子こえ。いいですね、いいですね。クリア、クリア了解。 おじさんこういう感じ嫌いじゃないよ。うん、オースクランプめっけ。いいよいいよ。やっぱね、コープス、さっきの、え、さっきのお家の、はいはい、玄関にね、はいはい、外から集まってきてるよ。え、どういうこと？トゥ、そこの玄関？はい、危ない。どっさり走り抜けます。トゥ、じゃあおとりになる。バックアタック、おとりになる。いや、なってないし。こいつらアホだからかかっとる。あ、はいはいはい。このキャンディーケインの力を見つけてる。俺ら見たか。おはは。雨やと思ってなめんなよ。うまいな。雨やと思ってなめんなよ。うまいな。うまいな。せやろ。いいね。コンビーフ。これハンマーちゅうな武器にならんのやろか。ああ、持ってみたら。まあでもハンマーよりは僕のこのキャンディーケインの方が強いでしょうけどね。うん、なんかこのキャンディーケインってあの
こういう風に飾られてるけど、うん、まあ美味しそうなお菓子じゃないですか。まあパッと見は、はい、これはベース何か分かってます？ほら、バール。正解。なんで分かった？マジか。これ中身バールなんですよね。バールをデコレーションしてるだけなんですよ、きっと。あー怖いわ。え、っていうか、あの敵ゾンビなんかキルしてもキルしても、うん、湧いてきますね。ねえ、まあ、今回のそのミッションが、まあ、50体という風な感じになってるんで、うんうんうん、そういう風になってるんかもしれませんね。かもしれない、ね、バックミッション的な感じに。まあそうでもしないとね、うん、そうそう、ゾンビおらんになったらずっと探すことになるから、うん、鉄のネジが大量に。ネジはね、今ちょっと不足気味で、不足気味ではないけど、かなり欲しいやつなんですね。欲しいやつなんでね、あるに越したことないですね。はい、本来であればほらやっぱりゾンビの死体って残るじゃないですか。うんうん、残らずに消えてますもんね。なるほど、そうやね。まあミモネコさんのその回、あった、ボブボブボブ、どこどこどこ、あったあったあった、おっと、ナイス。あれやね、2発撃たんと死なんね。うん、レベルが15やきか知らんが、ええ、まあきっとそうやろうと思いますけど。おお、なんかありますよ、何かしら。あ、おおお、あ、待ってよ、お、またボブがそこで叩きうどう扉をうわ、ここにもおる、そこにもおる。あ、あ、ナイス。別段何か超えれる、超えれるというか超えるものっていうのないですもんね。あ、やからこれでね、ここの金持ってきて向こう行ける。うん、向こう行くのはええけんど、え、カマン大丈夫です、それ大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。 OK OK OK、 ナイス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 。カズじゃやれるしさ、爆発に巻き込まれたらよかった一発で死にそうね。敵強いですよね、ほんま。うん、面白いやん。これぐらいのスリルがあって、はい、おーおーおお、いいんじゃない。あら、ゾンビがおらんぞ。うん、もう全部行き切った感じですよね、この真ん中か。この。あ、そこの中、ここか。中入れますね。開ける。OK。オレンジジュース発見。コンビーフ発見。コンビーフかなりあるね、ここ。コンビーフあってもね、コンビーフだけではあんまりね、美味しくないね。美味しくないんでね、やっぱ豆と一緒にソテーするのが一番かな。ちょっとドリンクをしますね。おい、あと11体。うん、ゾンビ狩り尽くしたぞ。おお、やばいやばいやばい、おるおる、ここすげえすげえ、やばいやばい怖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 い、やばいやばい、やばいやつや、マジでやばいやつや。ちょっと、なんで逃げるし、なんで逃げ中し、ちょっとちょい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 、すっごいっぽる。なんでこれアップになったの、これすっごいっぽる、やばいやばい、なんでアップになった、ばい。あ、いいね、あ、てっぽ持ちゅ、オッケー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 、もう、あ、来た来た来た、後ろの森、おっとこれすごい
これすごいよ。ここすごいよ。ここすごいよ。なんでこれアップになったん？あ、オッケー、わかった。なるほど。何？アップのボタン？アップのボタンあるわ。アップのボタン、それあるでしょ。オッケー、オッケー、オッケー。全部処理できるで、これ。いけるやで。いけるやで。いけるやで。最後はワイのこの、舐めるなよ、雨だからといって。まだもう一人おるで。え？ちょっと待って。決めたのに。よいしょ、もう一本。おいら。だっせ。あ、いかん。ほら、やった。よい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 よ、降りすぎやろ。すげえわ。すっごい。はい、いや、渡すで。Thank you。どこや？お、これ。ここの隣入れるということは何かあるんちゃうん？あ、Thank you。あ、Thank you、Thank you。ここ何かあるんちゃうん？いいアイテムが。お？あ、アルミのリム。うん。チョコバー。チョコバーはいらんな。僕は雨持っとるからチョコはいらんかな。豆発見。豆、オッケー、いいね、豆。アイロン。オレンジジュース。お？ 2 階に上がるよ。はい。あ、別段いいものはなさそうですね。ねえ。こんなにゾンビやっつけたのに。うん。特になし。異常なし。異常な指揮官する。おっと、オゲ？何をする？ないね。あー、あいつおる、あいつおる。さあ、帰還しまーす。はいよ。クエスト決定、クリア。クリア。いやー、ちょっと焦ったわ。なんとかでもなりました。マジ逃げたわ。いや、ひどかったわ、本当に。敵前逃亡。あぶね。よう、サバイバー、何かよ、コバックに何の恨みがあるんだ？だって、どうしてあんなことを？ねえ。俺がコバックにしたことはひどすぎる。そう言いたいのか？はっ！いや、まだ足りないね。やっぱケンジはなんかされちゅうということやね、これ。ああ、教えてやるよ。コバック、俺の人生をぶち壊したんだ、サバイバー。やつとはもうずいぶん長い腐れ縁でさ。あいつは、キ・マル・ガイだ。これどういうこと？え？あ、読んでます？読んでます。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、もう読まなった。うん。あいつは俺が乗ってた船をわざと沈めて、これ、ワンの話ですね。うん。わざと沈めて、まあ、ゾンビだらけの島でのサバイバル生活をさせたかったき、まあ、ケンジの乗った、うん、まあ、ケンジと、あと残り二人の主人公を、こう、巻き込んでサバイバル生活をさせたかったと。うん。ほん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 。俺たちはあいつのスーパーサバイバルマスターになるための訓練ってやつに無理やり参加させられたんだ。ああ、なるほど。あら、俺は船で脱出して家族の末家に戻った。でも見つからなかった。感染が拡大してるっていう一大事に俺は家族を守れる場所にいなかったんだ。ああ、なるほど、そういうことか。ああ。お、あ、また新しいケンジの忠告。うん、これに銅のワイヤーあるで。銅のワイヤーやっと出た。ちょっと行ってくれる？ちょっと待ってください、これ荷物いっぱいですよ、僕。あ、せやな。一回じゃここで動画を切るようにして一回ベース帰りましょうか。はいはい、それでは今回はこの辺で。ではまた。はい、早い早い。そんなに急がんでも大丈夫でしょう。ではお疲れ様です。はい、さようなら。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。